占い占い心地中は見直すで足首にありそれがいい気がする。なるほど、ソングリーンといえばやはりピカチュウゲッチですか。僕もやられましたよ。もうそうコモリキ、そうですね、はい、先ほど結構最初の方に当たったんですよ。多分3回戦とか4回戦で当たってたんです。はい、村人と何ですかね。まあソニック使うんじゃないですかね。ソニック、互いにやはりメインキャラという感じですかね。そうですね、攻撃力というよりは対魔力を重視したチーム。ロイ、ロイ、なるほど、もう互いに横すましてぶっ壊してやろうみたいな感じですね。これは破壊力抜群ですね。皆さんご存知だと思いますけど、ロイの横すま本当に半端ないですかね。やはりこういう結論に気づきますか。そういう感じです、ね、バースト力って感じですかね。ただロイ地上のバースト力は高いんですけども、ちょっと空中が足りないかなって感じですけども、ね、確かにチームで投げてところに合わせた技がちょっと乏しいかなって感じですけど、そこをなんとかするんでしょうね、はい、見事ですよ。まあ村人自体そんなに投げも多い技でキャラじゃないですしね、はい、それあんまり意識してないのかもわかんないです。4R って何なんですか。わからないです。さあステージは終点、終点、関西の重鎮2人対ピノレオパレス。ちなみに小森木さんはロイを使ってます。ちょっとまあここまでは普通のチーム。そうですね、普通の。問題はルカリオとリュカンのダメージパーセントが溜まってきてから。村長ダメージ食らってないですね。強いですね、はい、やはりリュカンもダメージ持ってないですね。そうですね、なんででしょうか。なんででしょうね。今村長の復帰に入りそうでしたね。ティエレアートスキーカロトシマン当たらず、ホット暴れた噛み合って浮かせて、スーンですね、あそこ。スーンですね。ほら、おっと、クリティカルにならなかった。そうですね、多分先端ですね。おのさあ、でもここからですよ、ここからです。このチームは。全然ここから。ルカリオが2ストックにあるのは当然っていうか、まあ、昔は自分から死んでたじゃないですか。そう、昔は幻を知ってる、幻の作戦がありましたからね。さあ、分断して。リュカのパーセントがいい具合になってきた。お、そういう感じだ。なるほど。さあ、村長がルカリオを外に出して、あっと見せました。しっかり後スキーカバーしました。どうする、復帰しよう。村長が、これが村長の復帰し、耐えるか、耐えない。とワイヤー強いですね、はい、これロイですよね。あら、今かなり狙ってました。狙いは良かったんですけどね。そうですね、ちょっと互いにターゲットかぶってしまいましたね。ルカのこの復帰力ですよね、やはり。あっと、踏み込みが足りない。いつの間にか試合が、これはもう五分ですね。そう。てか多分この試合の流れはやっぱりルカリオプレッシャーですので、ここからどう踏ん張れるかが重要になってくるそうですね。
さあこの追い詰められているのがリュカニョに見えつつあるが全然気持ち的にはリードしている。そうですね、ルカリオの高い。さあいつの間にかパーセントもルカリオがリードしてますよ。そうですね、ホタとハニーはどうですか。ハニーはどうなりました。分からないですね、飛びましたね。そうですね、まあ、ただルカリオが撃墜される分には全く問題がないというと、ここまでは。そうですね、ここまでは、はい、もう一個と落とされたら若干きついかもわかんない。さあまたさあ、なんと回復量が多い。 30% 一気に回復するんですよ、はい、村長がジリジリとそうビヨンを使って優位にと、なんか光の速さになくなりましたね。そうですね、これが光よ。さあ空中で関連が怖いぞ。かなり今空白に寄ってましたね、はい、おっとおっと村長ウエスマッシュしっかり回避に合わせてバケツかみすみましたね。 180% でした。さあ完全にゴブですよ。そうですね、こっからどう流れていくかもいいですね。これはなんとか回復させたくないが外に出して、これはうまいコンボがと体当たりで回復させない、これも一つの対策でしょう、はい、わざと食らうもありますからね。おっと上がっている。おっと復旧して崖が取れなかったんでしょうね、おそらく。怖かったですね、はい、さあ龍冠がもう虫の息だが、村長が復帰阻止の体勢に入るが回復できず、わー、勝っていた。これはかなり厳しいですね。そうですね、一人になってしまうとちょっとやる気なくなってしまうんですよね、エルカリオ。はい、なんでなんでしょうね、謎の仕様。やはり味方がいないとやっぱダメなんじゃないですか。士気がなくなっちゃう、はい、村長が一勝。あ、これはとは決まらない。横京が結構吹っ飛び強くて、分かっている。あとそのバーガルには木を設置、取っていくのはラナイ小森切り。いやこれ村長強かったですね。やはり強いですね、もう絶対帰らせないぞ、はい、みたいな。このパターンって結構負けパターンだと思うんですよ、はい、ルカリオが先に酸素なくなって、はい、リュカが健在みたいな。そうですね、なんだけどなぜか、あ、大体ダメージ2人で 100% ぐらいでしたよ。何なんですかね。これはウエスマッシュが控えましたね。そうですね、きっちり回避を読んでこうしてましたね、はい、さあ2戦目ステージはどこを選ぶか。決まったよ、ステージは。おっと、何か変更があったか。色カラー変更っぽいですね。まあでも何かありましたね、はい、気合のドヤを色によって変えるみたいな、はい、大事ですよ。ステージは割り口の終点か。これでも村長内心喜んでますか。これ多分村長内心喜んでますよね。ボーリングまっすぐ落ちてしまいますが大丈夫なんでしょうかといったところですが、ねえから掴みかくて、お互い2枚は先ほどと同じ。さあようやくタイマン状況になった。ここまではやはり普通のチーム。ジャックからの動きは非常に人混みにうまいぞ。リカがまあまだ、メテオのやってきたな。タルズ近くにいると八景でほぼノーリスの回復ができてしまうと、はい、ハッキーは先ほど言った体当たりの対戦は効かないんですよね、はい、ターン通信がね。そうですね、出ちゃうんで、ね、止めようがない。なので、なので、なんとかハッキー打たれない状況にはしたいですね。おっと、うまい、しっかり。おっと、今ロイにボーリングが出てきた。
こりゃあちゃう横スマぶっ放していったが右的にベクトル反転で逃げていく。あ、これはちょっとうまいですね。着地つけてないような新速復帰。あとあと回復していくが、そもそも村長があまり食らっていない。ギリギリ当たらず龍冠がルカリを守るような必ず前にいる体勢掴んで、おっとあの距離から助けられる。おっと飛びますね。掴みすかしたが今反撃はあえて取らずか。おっとメイクに確認できる。どういうの撃墜が光ってますね。もうそうですね、本物を怒り続けてぶっ壊してやろうみたいな感じになってますね。リュウカ結構横スマッシュ当たったらやばいじゃないですか。もう多分死にますよ。ほらもうどんどんリュウカの方に行って、もうどうする。おっと山頂が波動弾もらいましたね。これはもうパパンポンですよ。あと結構飛ぶポーリング待ってるぞ。ポーリングこれだやはり良くなかったと思うんですがね、このステージ選ぶの。そうですね、しっかりと通常まで確認してくれねえで、まあ、あと外出して踏みで村長がなかなか減りませんね。もっと味方掴んでいる。回復ビビタルリオダがちょっとずつしていて、ルカリオンが一旦おっと反対側に回ってパッケーで攻撃数回復する。お互いに前でしまって若干気まずい。もう回復がしたいが、危ない、危ないぞ。あっと飛びすぎ飛びすぎ、まだ生きてる。あ、ロイちょっと重いですね。ロイ重いですね。おっとしっかり3つ引いていく。引いてくるのが頑張らない、頑張らない村人は。さあ挟んだ時の回復非常に高いぞ。あと隙しっかり組まれてからが横スマッシュ。さあ一気に追い出していけ。これはこれですね。おっと上方向のピーさんだ。3回飛びましたね今。飛びすぎ、飛ぶんですよね。飛んでくる。やっぱ新速っていうだからダメだけあってね、止まらないダメですよね。はい、おっと横スマッシュ危ない。若干この新速枯れてないですか、さっきから。もったいないですね。どっち取ったか分かんなかったですね今。今なんか回復しなかったからしっかり持ってた。これはもうこのままリュカを倒しきれば勝利は目前ですが、速さ的にどっち倒してもいいですね、はい、回復別に放棄してルカリオだけ狙ってもいいしって感じですね。しかしロイがしっかりリュカを追い詰めていって、もっと持続化させてしまう。着地がいい。ディエ先端のためフットでやばい。おっと村長自分を犠牲にして勝利を取っていく。この道連れはかなりリターンのある感じでしたね。今全然ありなやつでしたね。もう何が何でも殺してやろうという感じでしたね。空への判定先ほどの話した通りルカリアは一人になってしまうとかなり力が乏しくなってしまいますね。やる気になってしまいますね、はい、かなり厳しい状況ですが、おっと空中バンブレじゃ飛ばないんですよね。空中飛ばないんですよね、はい、あれ残念ですね。横強復帰が絶望的か。これはこれが村長強いですね。やはり7位モモリキが勝利ました、ね、どっちかさ確かに大丈夫。もう一回僕の方あのこのゲームオイルパに回復してくれいや本当にすごいよ。まあでも別にできるだろう。12竜の前投げあるじゃないですか、はいはい、あのキックあるじゃないですか。